ダラス軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は236万8139人であり、2000年の221万8899人から6.7%増加した。ダラス軍はその人口でアメリカ合衆国の中で第9位テキサス州内では第2位の軍である。 軍庁所在地は、ダラス市であり、国内で9番目、州内で3番目に、人口の多い都市である。ダラス軍は1846年に設立され、軍名は、第11代アメリカ合衆国副大統領、ジョージ・ミフリン・ダラスにちなんで名付けられた。ダラス軍は、ダラス・フォートワース大都市圏に属しており、その中でも、最も人口の多い軍である。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は908平方マイルであり、このうち陸地880平方マイル、水域は29平方マイルで、水域率は3.19%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ダラス軍は、軍政委員会が統治している。軍政委員会は、 軍全体で選出される一人の軍判事と四つの選挙区から各一人が選出される意員によって構成されている。軍政委員会は軍の政策を立案する主体である。さらに軍判事が上級執行役員であり管理者の位置づけである。軍内の都市が地方政府に多くの役割を担っている一方で軍は次の役割を担っている。 軍政委員会は、軍の税率を決定し、予算を採択し、委員会と委員を指名し、認可と個人の行動を承認し、軍政府の管理を監督する。各委員は、道路と橋地区も監督する。軍政委員会は適切な医療を得られないような、人々に、救世医療を行う責任がある、病院地区の予算と税率も承認する。 ダラス軍の2010年会計年度の予算は約8億7100万米ドルである。ダラス軍内にはアメリカ合衆国会議員の選挙区の全体あるいは一部が入っているものが6割。2012年の代表状況は共和党4人、民主党1人である。ダラス軍内にはテキサス衆議会上院議員の選挙区の全体あるいは一部が入っているものが5割。 2012年の代表状況は共和党4人、民主党1人である。ダラス軍内にはテキサス衆議会下院議員の選挙区の全体あるいは一部が入っているものが16区あり、2012年の代表状況は共和党10人、民主党6人である。ダラス軍は1960年以降の大統領選挙でほとんど共和党候補を支持してきた。 1964年と2008年が数少ない例外である。しかい最近は民主党の支持が強くなりつつある。民主党はその地盤になってきたダラス市の効果で力を得てきた。アメリカ合衆国会議員の選挙区では第30区と第32区の全体が軍内にあり、第3、第5、第24、第26選挙区が一部軍内に入っている。 その一部が、軍領域から出て、隣の軍内に入っている、自治体ダラス軍の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。ダラスラブフィールド空港は、軍内ダラス市にあり、国内旅客に対応している。ダラスフォートアース国際空港は、ダラス軍、アービング市とタラント軍グレープバイン市というレス市に入っている。ダラス地域高速交通が、 軍内の多くの都市にバスと鉄道のビムを運行しており、中でもダラス市のものが最大である。トリニティ急行鉄道がタラント軍のフォートワース中心街を含め通勤列車を運行している。ダラス軍刑務所軍内では下記の刑務所を運営している。テキサス州刑事司法部がハッチンス近くの未編入領域で男性用ハッチンス刑務所を運営している。 アメリカ共生会社が契約により、ダラス市中心街にある、男女収容の州立刑務所である、ドーソン刑務所を運営している。連邦政府シーゴビル共生施設が、シーゴビル市にある。ありがとうございます。